はいどうも、梅ちゃん TV へようこそ。はい、今回はですね、非公式応援日本保守党ファンの集いということで、92日目ですね、92回目ということになります。撮影日はですね、11月の13日です。日本保守党国政政党スタートということでですね、初めてですね、日本保守党からですね、島田良先生が、質問主意書というものをですね、提出されました。はい、せーのドン。これですね、保守党島田良一、拉致問題で、石破首相に連絡事務所の考え放棄したか、質問主意書提出ということになっております。はい、記事ではですね、12日ということになっているんですけども、日本保守党の島田陽一衆議院議員は11日ですね、北朝鮮による日本人拉致問題をめぐり、国会内で記者会見をしたということになっております。内容につきましては3つですね、の要点はですね、皆さんにですね、ご説明していきたいというふうに思います。北朝鮮拉致問題というのはですね、ものすごく昔からですね、いろいろこうされておりましたけども、なかなかですね、やっぱり、これ進展をしておりません。はい、皆さんもご存知の通りです。最近今としてはですね、国民民主党のですね、103万円の壁とかいろんなことがですね、取り沙汰されておりますけども、今現在ではですね、北朝鮮の拉致問題というのはなかなかですね、ニュースになることもなかなかやっぱり少ないです。ただですね、日本保守党はですね、皆さん関心のないことでもですね、完全にもう関心がないとは言えませんけども、そういった103万円の壁とかそういったものでもなくてもですね、日本保守党、大切にやっていくことはやっていくということでですね、この質問主意書というものをですね、島田陽先生、議員さんからですね、提出されたということですね。これですね、北朝鮮問題に関してはですね、安倍さんはですね、常に扉は開いているよというふうにですね、言われたわけなんですけども、そして最近ですね、アメリカのトランプさんが当選されたということでですね、その追い風が来るんじゃないかということも考えられます。そういったところもあってですね、日本保守党としては島田陽一先生、一番詳しい方ですので、そういった方がですね、質問収集を出されるというのはですね、やっぱり、これはですね、重要なことだというふうに思ってですね、この動画、そしてですね、これをですね、皆さんに知ってもらおうということでですね、今回、この動画ということになりました。はい、この3つのですね、重要なポイントというのもですね、島田陽一先生、本部長をされておられました、北朝鮮拉致問題対策本部とかですね、救う会、そして家族会ですね、こういった形でですね、ずっとですね、連携をされていると、議員になっても連携をされているということですね、そういった中での質問となっていきます。はい、ここで、家族会からの願いというか、要望というものがですね、ここに反映されてくるんですけども、連絡事務所ですねの問題、これもまた記事になっておりました。平壌と東京にですね、連絡事務所を設置するという、お話ですよね。このお話、石破内閣についてですね、今石破さんはどう思っているのかということですね、これを破棄するのか、それともですね、継続してこれまだ考え中なのかというところをですね、質問主意書としての、第一点ということになっています。はい、ということで、この平壌、そして東京のですね、こういった事務所設置ですね、についてはですね、日朝合同調査委員会というものとですね、一体となっているということでですね、無意味なんだと、そしてですね、有害なんだということで、家族会の方ではですね、そういった反対をしてきたということなんですね。というのもですね、こういった拉致被害者というのはですね、もう北朝鮮で一括管理されているということで、本当にですね、こういった設置という、余計な窓口を作ってしまうということで、有害、そして無意味ということですよね。ですので、調査というのはですね、もう一切必要ないんだということですよ。ですので、そういったことの、窓口なんか作ることよりも、一括、家族みんながですね、被害者が一括して帰国する、これをですね、重要な一つのこととしてですね、家族会、救う会はですね、主張してきたということですね。いらんことをするなというお話ですよね。そういったこともありまして、いらんことをするなということで、もう本当にね、今はどう考えてるんだと、もうこれ破棄してくれというふうにですね、家族会はですね、こう言われたわけですから、そういったことは今はどう思ってるのかということをですね、
質問すると、質問収集書ということになってきます。そしてですね、まあ第2点目、はい、ここでですね、石破首相、そしてですね、岩屋武外務大臣、中谷元防衛大臣ですね、日朝国交正常化推進議員連盟の幹部ですね、この方たちがですね、まあ拉致議連とはですね正反対な主張をしてきたという活動をしてきたということですね、そういった連盟ということなんですけども、まあ棚上げ論ですね、棚上げ論というものがありますけども、こういった利権獲得を進めてきた、まあ、団体じゃないかということでですね、島田雄先生はこれ言われておりました。この石破さんという方もですね、小泉訪朝の時にですね、こういった日朝議連の方にですね、まあ、偏っていってしまったの顧問になってしまったということを、まあ、疑問視しているということなんですけども、まあ、外務省の田中仁さんですね、こういった方もですね、ちょっとね名前が出てきておりましたけども、訪朝、小泉訪朝の時にですね、実務を、まあ、まあ仕切っていた、そしてですね、まあ足を引っ張っていたという方なんですね。はい、こういった方が、石破さんに対する質問というもので、拉致議連から日朝議連、にですね、移った理由ね、日朝議連に移った理由は何なのかね、利権なのかそうじゃないのかとまでは言われてませんけども、まあ、そういった意味合いの中で、理由は何なのかというものをですね、まあ首位書の中に第2弾として書かれたということですね。そして第3弾ですね、以前ですね、まあ、島田洋一さんのブログこれあるんですけども、ここの中にですね、世界2008年7月号ですね、この江藤清志郎さんですね、日本はかつて北朝鮮を侵略なんかしてませんからね、侵略して甚大な被害を国家と国民にもたらしているのですからね、こういった自虐史観ですよね、当然我々としても事実を重く両肩に背負い込まなければいけないのですというふうにですね言われております。まあ本当に自虐史観ですね、歴史認識というものが全くされていないということをですね、ここでちょっと指摘されました。はい、ということでこの記者会見の中でですね、安倍さんの名前も出てきました。以前ですね、安倍さんとこうお話を、この江藤清志郎さん、議員さんですね、まあお話をされた時にですね、まあ二重外交のお話ですね、まあ政府が言っている、政府が行っている外交、北朝鮮との外交が一つあるということですね、そういった中で、議員外交ですね、議員が直接北朝鮮に、とコンタクトを取ってですね、まあ、こういった交渉をするということですね、まあ、政府の大きい政策の中で、まあ、ちょっとした、ね、外交をすることによってですね、北朝鮮にですね、選択枠というものをですね、まあ、与えてしまうということですね、北朝鮮にとってですね、都合のいい選択枠を与えることになるということでですね、まあ、安倍さんとはですね、ちょっとね、議論が対立していたという、まあ、エピソードもですね、ちょっとね、言われておりました。まあ、こういった自虐史観に基づいた、まあ、そういった認識のもとにですね、毅然とした、まあ、対応ができるのかというお話ですね。ですので、まあ、石破さん、のですね、こういった平壌事務所、東京事務所ですね、そういったもののことと、この江藤清志郎さんの自虐史観に基づいた歴史認識をですね、2人ともね、これを共に考えているのかと、共有しているのかというお話ですね、そういった質問をですね、第3点としてですね、これ挙げられました。はい、こういった質問収集書、今回ですね、これ出されましたけども、まあこういった質問収集書がこうね、提出されますと、まあ、国会としてはですね、まあ、内閣官房、そしてですね、省庁にですね、これね、振り分けられるんですけども、そういったところで機関機関にですね、まあ、ある、まあ、こういった機関のところにこう持っていかれて、そしてですね、その回答というものをですね、まあ、官僚が作り上げるんですけども、それを、まあ、国会、も承認を得て、そしてですね、まあ、公開されるということなんですけども、まあ、公開される、まあ、国会図書館とかですね、まあ、内閣のですね、まあ、政府のホームページとか、そういったものに記載されて、我々一般が目にすることができるということですね。ですので、しっかりですね、この回答というものをですね、見ていきたいというふうにですね、見ていかなければならないということですね。まあ、おそらく、まあ、朝8等でですね、また発表されるとは思いますけども、そういった回答をですね、まあ、見ていきたいというふうに思います。はい、ということで、こういった北朝鮮のですね、まあ、問題について、日本保守党としてはですね、島田洋一議員がですね、これ質問収集を出すということなんですけども、まあ、今はですね、まあ、国民民主のですね、103万円の壁というものがですね、話題に上がっています。まあ、
いろんな、まあ、日本保守党としてはですね、そういった話題に上るようなことについてですね、まあ、質問信書とかこう出せばですね、まあ、いろんなところで取り上げられて、そしてですね、日本保守党の知名度も上がるというふうに、まあ、思いますけどもね。ただ日本保守党はやっぱりこれが違うんです。ここが違う、まあ、そういったことで、まあ、それで、まあ、票は取れるというふうに思いますよ。それはね、まあ、票は取れるというふうに思います。まあ、耳障りのいい、まあ、キャッチでですね、まあ、ポンと出してですね、まあ、国民民主党のようにですね、まあね、まあ、知名度も爆上がりした、人気も爆上がりしたということですね。ただ日本保守党、これと、まあ、設立以来、からの、まあ、お話になってくるんですけども、まあ、そういったものにとらわれずにですね、こういった日本のですね、昔からある、まあ、問題、それがなぜ今になっても解決しないのか、そういったところをですね、まあ、日本保守党としては他がやらなくても日本保守党だけはやるという課題がやっぱ37項目、ね、重点項目の中にやっぱいっぱいあるわけなんですね。ですのでそういったところをしっかり一つ一つやっていくということですね。ですので、票が取れるからこっちやろうとかね、まあ、人気が出るからこっちの話題にしようとか、そういったことはもう一切ないということですね。まあ、昔から、そしてですね、まあ、問題が残っているこの拉致問題ですね、日本人がですね、の子供とかいろんな方がですね、さらわれて、そういった日本全体の問題ですね、まあ、利権構造とかそういったものをですね、暴き出すということですね。そういったものを一つ一つ暴いて、そして、それを順序よくね、やってって、そして最終的には北朝鮮の拉致家族を一括で、まあ、返していただくということですね。分割ではなくて一括で返してもらうということを、まあ、目標にしているということですね。ですのでこういった取り組みというものはですね、今回、国政、政策スタートということになりましたけれども、まあ、日本保守党37重点項目一つ一つ今から、ね、3人の議員さんに、まあ、委ねて、そしてやっていくということですね。まあ、本当に当たり前のことを当たり前のようにやっていく、それが日本保守党ということですね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、別の話題にちょっといきます。今日ですね、せーのと、はい、もう本当に困りますよ。再エネ賦課金停止でも国民負担と、国民民主政策めぐり産業省ということでですね、これ出てきております。これはですね、再生可能エネルギー拡大のために電気代に上乗せして、徴収している賦課金停止をしても別の国民負担が生じるとの考えを示したということですね。ですので、このなぜかというとですね、拡大をしていこうということですね。拡大のためというふうに書かれております。もう拡大しなくていいでしょというお話です。もう森林もですね、まあ、伐採されて、そして、太陽光パネルバリ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 貼り付けてですね、ベタベタ貼り付けて、もう上空から見たらですね、まあ、山がもうアメーバーのように貼り付く、まあ、太陽光パネル何枚かね、ちょっと写真出したいと思いますけども、まあ、そういったことで、自然を破壊しながら、そしてですね、自然を守ろうといってですね、まあ、いろんな、まあ、500円かなんかそのぐらいね、まあ、払っていますけども、まあ、そういったことで、まあ、もう正反対のことをですね、両方でやっていくと、もう国民から両方でお金をもう取っていくということをですね、もうやられているわけなんですけども、まあ、そういったことで、もう普及してるでしょというお話ですね。これね、もう皆さんもご存知だというふうに思いますけども、この再生可能エネルギー、ですね、そういったことはですね、もう、普及するまでお願いしますというお話だったんですよ。はい、制度ができるまで、確立するまでというのがね、お話だったんですね。ですので、まあ、今月1000円以上取られてますけども、皆さんの電気代からね、これ取られてるんですよ。皆さん知ってます？知ってるでしょ。はい、ですので、まあ、年間に直すと1万もう 4,5 千とかなってきますけども、これをね、一軒一軒から取ってるということなんですよ。このお金はどったりどこに行ってるんだっていう話ですよ。はい、まあ、中でこう取ったり、いろんなことをされてですね、自分たちの、まあ、電気量からですね、搾取され、いろんなところに金が回っているというお話ですね。もうこれは、そういうふうな、もう、
をそこの部分がでっかくなっちゃってるでしょうということで、最初の目的はもう達してるでしょうということです。ですのでこの再エネ賦課金ですね、いるなら今儲かっている仕事をしている企業から取ってくれというお話です。もう我々のですね、一般市民のですね、役割はもう終わりましたというお話ですよ。もう普及しましたでしょと、確立しましたでしょということです。ですので儲かっているところはお金を取ってください。もうこれがまあ国民のまあ回答ですよね。はい、ですので質問収集でそっちから出された、そして国民の回答は儲かっているところから出してくださいということですね。当たり前の話です、これは。はい、どこの企業がですね、一般国民からですねお金をもらって、そしてですね、やっていく、まあ、企業が、あるの？あるの？あったら教えてもらいたいですね。はい、まあ補助金事業とかありましたね、そういえばね。まあありますけども、まあそういったこともまあ あるのはあるですよ、本当にね。まあそういったことで、まあ一つ一つね、これをねやめてもらわないとダメだということですよ。もうフィットなんかね、もうヒップって言うんでしょうか今はね、そういったことでもうこれやめてもらってですね、取り替え条項もですね、凍結解除もですね、してもらえないかなというふうに思いますけどもね。はい、ですのでもう本当にこうやってですね、まあ、岸田政権ね、まあその前からやってて、そしてですね、これを継続している、まあこういった事業ですね、もう脱炭素、もう世界的にもですね脱炭素をやめていこうという風潮がですねこれねなってきておるんですけども、そういったところもね、日本ね、日頃はですね海外を見習えとか言いながらですねこれやってるんですけども、そういったことを今回もですね海外を見習って脱炭素をですね、もうやめていこうということですね。はい、ということでですね、今回北朝鮮島田洋先生ですね、質問収集というお話になりました。そしてですねこの脱炭素ですね、再生可能エネルギー、まだ金取るのかというお話をですねちょっとね皆さんとさせていただきました。はい、ということで、ちょっとですね、まあコメントの紹介をですね、まあちょっと行いたいというふうに思います。はい、ちょっと2つ前からいきましょうか。総理指名選挙の行方はということで、まあ立憲に予算委員長ポスト明け渡す暴挙ということで、自民支出、補修は施政図ということで、これはですね11月8日ですね、に出したまあ、投稿ですね、そして、日本保守党島田洋一議員トランプ陣営に太いパイプということでですね、これちょっとつながっておりましたね。はい、いつもですね、一番ですね、竹島雅子さん、はい、一番です、いつもありがとうございます。はい、島田先生はトランプ大統領の道を持っているということですね。はい、まあパイプ役をですね、まあ参謀かな、なんかそういった方のですね直接ね、じゃないですよ、直接じゃなくて、まあ、そういった方々のパイプ、まあ以前から持っているまあパイプですよね、そういったもののお話でした。はい、連投ですね。はい、石破より島田先生だというふうに言われています。はい、そりゃそうですよね。はい、まあ、ね、反米みたいなところもありますからね。はい、石破さんありますからね。はい、浜田さんですね、泣きですか、これ何ですか、ちょっとよく分かりませんね、タコの前がちょっと分からない、何ですか、なんとか、あ、ちょっと分からないな、タコ島純愛から嘘つき放題、信者さん目を覚ませと、嘘つき放題、意味が分かりませんけどもね。はい、田島の国志郎さんですね、ありがとうございます。はい、目を覚ますのはあなたと、目を覚ますのはあなた、ちょっと全然違いましたね。はい、どこの回し者、日本人なら卑怯なことをおやめなさいというふうに、おやめなさいというね、漫才みたいですね、おやめなさいというね、ビートたけしですね。はい、そしてですね、領事圭さんですね。はい、いつもありがとうございます。田島さんのおっしゃる通りですというふうに言われています。おっしゃる通りです。本当にですね、あのね、これね、まあ、今回のちょっとね、国民民主のですね、103万の壁ですね。はい、これありましたけども、なんていうかな、日本保守党もですね、まあ30年間給料が上がっていないというお話もですね、ずっとしておりましたけども、やっぱりもうちょっとね、日本保守党もちょっとターゲットちょっと絞ればよかったなというふうに思っております。まあ国民民主のですね、103万。これはですね、やっぱ大学生のバイト、そしてですね、派遣に行ってる、うちの神さんもそうなんですけども、派遣ね。そういったところの、まあ、心を掴んだということですね。このキャッチフレーズでバンと心を掴んだということです。まあ神さんに言わせるとね、そのぐらい払えやと。
働いて払えやと、もう力いっぱい一生懸命働いて払えやというふうにですね、ちょっとね一言でバンと蹴ってですね、もう終わらせましたけども、ですのでまあ働きたくない、ギリギリまで働いて、そういった恩恵を受けたいというね、方たちの心をバンと掴んだということですね。はい、まあうちの神さんすごいでしょ、もう竹終わったような性格で、まあ武士は食わねえと高い王子みたいなね、そんな方です怖いです、はい、ということで、まあ頼りになるんですよ本当に。たぬきねんねさんですね、そりゃそうですと、もともと自民全体を見れば保守じゃないと、左翼よりですからというふうに言われております。はい、いつの間にかですね、まあ、安倍さんが亡くなられてまあひどくなったんですけども、それからですね、その前からまあ、保守とリベラルとまあありました。まあそういったところで、まあ、今回のようにですね、まあ自民党内でですね、まあいろいろバチバチやってですね、そしてですね、保守が勝ったりリベラルが勝ったり、しました。ただ今回が違ったのは、仲間を蹴落として保守層を全部落としたということですね。今までにこんなことなありませんでしたね。ですので、まあこういったなんていうんですか、これは根深いですよ。ずっと何十年も多分続くというふうに思います。ですので、仲間を裏切って、そしてもう殺したと同じですからね。はい、そういったことでまあリベラル今まあ一色になってきたということですね。内閣もですね、いろんな委員長も明け渡してですね、もう本当に暴挙に出たということですね。ですので、まあ今度のまあ来年3月ですね、予算確定するまでですね、こういったことがずっと続くということですね。それが終わればですね、もう頭のすげ替えというのがまあ起きてくるということですね。するとなってくると、まあ保守系の清和会、そしてですね政府会、まあね、まあタッグ組んで、そして、麻生さんとか茂木さんとかね、そして旧安倍派、清和会ですね、そういったことを手組んでですね、まあ衆参同時選挙というふうなね、お話がちょっとね、出てきております。まあそうしないとですね、保守復活っていうのはもうありません。もうありません。ということでですね、旧安倍派、生き返るためにもですね、衆参同時選挙っていうのをですね、やっていかないといけないかなというふうに思います。はい、次ですね。あ、田島国四郎さんですね。はい、田島の国は出身地ということで、四郎は本名、下の名前ということですね。あ、四郎さんですね。かっこいい名前ですね。はい。日本人だからこれに変えましたよということで、栗橋公園ですという自己紹介がありまして、栗橋公園ですと、わかっております。栗橋公園さんね。もう長いですね、コメントですね。ありがたいですね。はい。本当に。長くお付き合いしていただいてありがとうございます。色地圏さんも長いですね。はい、ありがとうございます。私は高市さんが奈良県、知事選の時に、平木さんを助けられたことに落胆しましたということですね。はい、その後で LGBT 可決ですでにがっかりして、さらにがっかりして日本を主導、決闘辞任に入党いたしました。せめて LGBT 反対していればねというふうに言われております。はい、まあ領事圏さんもですね、ちょっとね、長い、ね、お付き合いですけども、まあ、高市さんね、はい、まあ、まあ、閣僚になってたからというところはですね、まあ、本当のところなんでしょうけども、これはやっぱり岸田さんの踏み絵でしたね。どんだけ、まあ、旧安倍派が弱っているのか、自分に反対をする人間がどれぐらいいるのかということですね。15人ぐらいしかいませんでしたかね。10人ぐらいでしたでしょうか。はい、まあ青山さんとかね、そういった方がちょっとね、記憶があります。そしてですね、高取修一さんですね。はい、もうですね、体調不良ということで、ちょっとね、退席されましたけども。はい、次ですね、ゆうじさんですね。いつもありがとうございます。上ちゃん、いいねというふうに言われています。いいねというふうに言われています。ありがとうございます。はい、次。あ、リッキーよしさん。はい、ありがとうございます。島田くんの、トラさんへの片思い、臭いなということで、何ですか、トラさん、あ、トランプさんね、皆さん思い込みが激しいですね。思い込み激しいんですよ。はい、激しいです。はい、それをですね、糧に頑張っております。そのパイプ、先が詰まってませんかということで、詰まってたら私がほがしますんで、はい、ということで、私はちょっと力弱いな。誰かほがしてくれるんじゃないかなというふうに思いますけどもね、そもそも角度が違いすぎというふうにね、まあ、ポチッとしてきますね、とりあえずね。はい、お、田島さんですね。はい、あなた偉い人なんですね、ということで。偉いなぁと、偉いと、偉い、坊やは偉いと、ものすごく、臭い坊や、この場から臭すぎて出ていきなさいということですね。はい。
はい、臭いから二度と上ちゃん教室に入ってこないで。お願いね、坊や、もっといい子になろうねと。いちじく館長使用ネタ、ちょっとベンって出そうかということですね。いちじく館長古いなぁ。まあ、ありましたね、こういうのね。はい。上ちゃん教室。はい、上ちゃん教室ですね、これね。というかね、これファンの集いなんですね。はい、ということで、こういったね、まあ、いろんな人の話を聞いてですね、そして、まあ、盛り上がろうというお話ですね、の、まあ、チャンネルなんですね、ここはね。はい、ということで、次ですね、行きましょう。はい、日本保守党ですね、これは91回目のやつですね、名古屋市民必見と。名古屋市民必見ですね、名古屋市長選挙、広沢一郎候補、200億円減税、増税軍団には負けないという、まあ、動画ですね、これのコメントをですね、ご紹介していきたいというふうに思います。お、またまた一番乗り、竹島雅子さん、はい、大好きですよ。ということで、はい、広沢さん応援しておりますということで、ポチッとしておきますね。はい、そして、はい、おさむさん、おさむさん、はい、城建設の材料も用意できてる話ですよと。お、なるほど、もうできてるんですね、まあ、材木の話ですね、まあ、乾燥したやつっていう本でね、まあ、朝方でも言われておりましたけども、竹中工務店さんですね、はい、まあ、でかいですよね、竹中工務店といったらもう本当にでかい、でかいのからちっちゃいのからいろいろもう各日本中ですね、まあ、あるということですけども、はい、山の彼方さんですね、ありがとうございます。自民党の凋落で日本が目覚め、豊かに強くなろうとしていると。30年、実質所得が上がらない理由が明らかにされつつあるということで、また長文ですね。ちょっと、これ、ちょっときついな。ちょっとかいつまみますね。これね、ちょっとかいつまんでいきますので、皆さんね、これね、興味のある方は読まれてください。はい、ということで、まあ、日本各地で外国人による犯罪が急増し、住民が引っ越ししているということで、なんか川口とかなんか人口減少が起きているというお話ですね。こういったことをされるとですね、本当に日本人住みづらくなります。ですので、すべて、まあ、安倍さんもちょっと責任があるんですけども、それを拡大していったのは岸田さんですからね。ですので、しっかりね、歴史にですね、岸田さんがやった悪行というものをですね、刻んでいきたいというふうに思いますね。はい、そしてですね、はい、世論工作で新聞とテレビが同意一表題で非難を繰り返した。メディアがエリートの言うがままに操られる実態が明らかになったと。いつの間にか日本は全体主義国になっていたのであるということですね。はい、そしてですね、財務省のやった103万円、控除引き上げもガソリン、トリガーの発動も絶対しないことなどは政府財務省の大失敗を露呈していると、例であるというふうにですね、まあ、言われております。はい、まあ、これもですね、まあ、どうなることやらというお話ですね、ただこれやらないと本当にもう政治とかいうのはもう無理でしょうね。はい、夫婦別姓ばっかりやっぱ成立させてですね、こういったものを本当に、市民がですね、国民がですね、望んでいることを本当にできるのかというお話ですね。明治の急速な近代化とは欧米文明の成果を取り入れることから始まった。この時代の欧米のものまねや欧米崇拝を見た在日の欧米人の軽蔑の対象であったことは日本人は知らなかったということですね。はい、ということで、ちょっとね、皆さんね、途中ね、呼ばれてください。はい、安倍さんの唱えた戦後レジウムからの脱却がどこに、困難であるかがよくわかるということで、トランプ大統領の再登場で高市早苗の登場も急がれるということですね。アメリカからルーピー、愚か者と言われている石破ではトランプは手に負えない。まあ、ただ5分でしたからね、電話ね。はい、ということで、ましてや財務省の、なんか、韓国はもうちょっと、ね、数十分でしたよね。ましてや財務省のポチであり、消費税 10% を推進した野田率いる立憲民主党の、は、出る幕がないと。出そうなんですよね。なんかね、もうね、アメリカの真似してポリコレを振り回しても、アメリカからの国民は相手にされないだろうということですね。ポリコレですね。もう本当に、もう、で、未だ引きずってる奴がいるというのがちょっとね、不思議でなりませんよね。高市早苗の日本列島を強く、豊かに、日本首都のパクリと。もう、ちょっとね、怒られてましたけどもね、かなりいいフレーズなので、ちょっと怒られてましたけどもね、まあ、ただ、まあ、共有してもらえばいいかなと、私、個人では思いますけどもね、のスローガンが来たる、生きる時代が来たということですね。はい、地獄、ですね、国益。もう、昔は国益とか言ったらですね、右翼がーみたいな感じに言われてですね、まあ、困っておりましたけども、やっぱり国益大事ですよ。日本ファーストということですね、LGBT 法は廃止せねば世界の国民になる時代が来たん。というふうにですね、言われております。はい。
はい、皆さんね、これね、まあ、ちょっと長文ですけども、皆さんね、歴史の進歩とかいろいろね、書かれております。二世エリートを犯罪スキームそのまま保存されたとかね、まあ、いろんなところをですね、書かれておりますので、はい、ひらがなしかちょっと目に入りませんでしたけども、まあ、そういったことでね、はい、田島亮さん、書かれておりますので、ね、これね、皆さんね、ちょっと読まれてください。はい、K さんですね、経路パスはとてもいいですよと、外出する機会も増えました、近年地域からも羨ましがられていますということですね、まあ、経路パスですね、まあ、これを見せるとタダになったり、バスですね、循環バスとか、まあ、いろいろあるでしょうから、それを見せるとタダになるというものなんでしょうけども、まあ、この辺ではですね、循環バスあるんですよ、はい、で、100円です、100円。はい、100円でこう行ったりするんですけども、いろんなとこねバスでこう行くんですけども、名前はちょっと忘れましたけど、まあ、実証実験というのがあってですね、まあ、どういった実証実験かと言いますと、まあ、タクシーですね、タクシーの乗り合いですね、自分の家にですね、まあまあ、免許証を返納しなければならないじゃないですか。でも田舎ではですね、こういったことをされる、まあ、するとですね、もうどこにも行けない状態になってる、なるということで、まあ、予約をすると、まあ、呼びに来てくれるんですね。そして、まあ、お買い物なんかしてですね、お買い物は大体スーパーの前にですね、循環バスのバス停がありますので、そこに乗ってこう帰るということですね。これはもうタクシーで乗り合いで行くということですね。ですので1台が500円1台が500円ということで、2人乗れば250円、3人乗ればこう割っていくということなんですけども、まあ、そういったところで、まあ、割り切れないこともありますけども、まあ、そういったところでね、まあ、乗り合いですんで1台が、まあ、500円ということですね。そういったことで、まあ、年金生活者とかいろんな方がおられますんでね、まあ、低価格で、送り迎えをするということで、まあ、送り迎えというか、迎えに来てもらって、循環バスで帰るということですね。そういったものはあるということですね。こういった、まあ、自治体のですね、取り組みというのは、まあ、いろいろ千差万別あると思いますんでね、こういったところをですね、皆さんしっかりね、まあ、広沢一郎さん、こういったものを拡大していくというふうにね、言われていましたので、名古屋の方々、ね、名古屋市民の方々、本当にね、こういった方に、まあ、選んで、そしてですね、まあ、豊かな生活をね、送ってもらいたいというふうに思います。はい、計算ですね、連投ですね、大村知事は嘘つきなんだと、県民税下げると公約していたのに、全く嘘というふうに言われております。はい、言われてましたね、500円、ね、500円、下げるとか言ってて、絶対嘘というふうに言われております。ですので、この広沢さん、ね、まあ、太鼓で出られてる方、ね、やばいんじゃないかと。この人選んだらやばいんじゃないかというふうにね、まあ、言われておりますね。はい、坪田信之さんですね、私学小中高に対しての保護者さんへの敬老パスと同じパス券を公約に出しているように、広沢さんの公約は全て名古屋市民の生活に結びつくものばかりですということです。この生活に直結している政策っていうのはやっぱ響きますね。これは響く、直結している政策っていうのは本当に響く。マニフェストを見ていない方はぜひ見てくだされば、誰が市長になれるかよくわかるというふうに言われております。前回の私の動画でもね、まあ見られてください。そこに全部マニフェストずっと書かれている、まあ、ホームページというものがありますからね、そういったものを見られるといいかなというふうに思います。はい、そしてですね、タラチャンネル62ですね、3ですね、現在名古屋市は河村市長の後継者広沢一郎氏で当選間違いなしと、なしというふうに言われております。間違いなしのなしです、なしですね。大増税する大塚では福島すべてにおいて名古屋が大変なことになるというふうに言われております。はい、ですので全部もう見直し検討ですからね、まあ、そういったことで本当にですね、名古屋市民の方々本当に真面目に考えられてやられた方がいいと思いますよ。今までの、まあ、住民税とかね、あれ少ない金額税ですよ、確かに。ただそれがですね、まあ、増収ね、税金増収ですね、もう増えた、ね、3年かかったというわけですから、やっぱり3年経たないと効果というのは見えません。ですので皆さんが持っている通帳、ね、ちょこっとずつちょこっとずつ増えていって、そしてですね、3年経つと、あれなんか1万円ぐらい増えてる、2万円ぐらい増えてるなとか、まああるかもしれませんね、まああるかもしれません、ちょっと増えてるんじゃないかということでですね、なあちょっとこっちちょっと買おうかというふうにですね、まあ、なってきますのでね、まあ、そういったことで積もり積もれば山となるということですね。まあ、いろんなちょこ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 ですね、税金で取られて、そして、まあ、いろんなことで取られてですね、そういったことで積もり積もれば山となるということですので、皆さんね、まあ、少しでもね、ためをね、通帳に貯められて、そして広沢さん、やったーと、やったーと
ね、最高というふうにですね、言ってもらいたいかなというふうに思います。はい、それではですね、もうちょっと時間も時間ですのでですね、はい、これで終わりたいというふうに思います。また何か次回ありましたらですね、皆さんとお話していきたいというふうに思います。それではまたお会いしましょう。じゃあね。